こんばんは。いや配信久しぶりですね。どうも声が出ます、嬉しいどうもどうも。今月初だから多分1ヶ月ぶりくらいですかね、もしかして1ヶ月ぶりくらいの配信です。どうもどうもこんばんは。そう、無事に声が出るようになりましたはい、嬉しい。なんかそう、まだなんだろうな、一番上のトーンというかやっぱりまだ高音が出づらいんですけど、でももう普通の声も歌も歌えるくらいにはなったので、高すぎなければはい、先生が1ヶ月くらい病気になって1ヶ月くらいは高音が出づらいと思うから、音外したら病気のせいにしていいからねって言ってたからそういうことであと2週間くらいかな多分で本当に完治すると思うんですけど、そう、あと2週間くらい私は高音を外しても、あ、病気だからねっていう目で見てください病気だったからねっていう甘く見てくれればと思います。面白いよね先生、うん病気のせいにしていいって言われたので病気のせいにします。そう、もう本当大丈夫です、元気になりました、おかげさまで、ありがとうございます病気だったのか、うん、なんか偽膜性声帯炎っていう声帯の声帯が調子悪かったんですけど、ずっとっていうやつでずっと声が出なかったですけど、はいね、気をつけよう、風邪からのだったからな、そうだね、うん、治ってよかったです本当に。今日は静岡に行ってきました、ガールズドライブガールズドライブ、ちゃんと発音しないと、ガールズドライブに、はい、の先行上映だったりイベントだったり、はい、イベントと、そうですね、イベントからのあれだ、ムックボーンイベントからの先行上映の舞台挨拶でしたね。はい、盛りだくさんでしたね、すごい、うん、楽しかった、すごいね、本当に暑くてびっくりしました、こんなに暑いのか10月なのにっていう。静岡は暑いんですかね、暑そうだよね、なんかお茶だしね、お茶が育つしね暑そうだよね、なんか富士山もあるし、なんか暑そうね、雰囲気が暑そう、暑かったんですけど、もう日にみんな日焼けしてたよね、日焼けしてるってくらい顔赤いくなっちゃってた、お風呂しみないといいけどね、ほんと、はいね、からのそう、でも天気がすごい良くて良かったですよね。なんかね、雨だった場合は屋根がある駐車場でやろうとしてたんだって、そこ暗いんだって、よかったね暗いと写真綺麗に撮れないからね、明るさ設定大変そうだもんね、うん、よかったよかった、ちゃんと日光を浴びていい写真撮れましたか、ちょっと見ましたよ、タグ付けたでしょ、タグ付けたやつとかは見ましたよ、見えるのでタグ付けられてますって感じで見れるんですよ、タグ付けられたら見ます、タグ付けられてるやつは
はい、しっかり見ました。ありがとう。可愛い写真だけ載せといてくださいね。可愛い写真だけ。ちょっとね、虫がね、虫が結構虫もいてね、ちょっと虫の虫見た時の顔とかはやめてください。はい、そんな感じで。ムクボもね、いっぱい、ムクボも完売したみたいで、今日の分すごいいっぱい、ありがとうございます。次の2日のイベントは普通に舞台挨拶とかなのかな。東京でも試写会ですよね、があります。不安げ。多分試写会だったと思います。うん、そうですね。錦糸町とね、埼玉だった気がするんだよね。ちょっとごめん、イルマってとこか。イリマじゃ、イルマだよね、イルマです。楽しみ。え、撮影してたとこなの？あ、そうなんだ、撮影地なんだ。ちょっと待って。撮影地分かってないんだ私、どこにいたか分かんなかったよ。そうなんだ、撮影してたらしいそこで。あ、そうなの。確かに埼玉だったかも。もうどこにいるか分かんないくらいね。なんでだろう、場所。そっか、あんまり場所気にしてなかったかも。かき氷しかちょうど頭にない時期だったんで、かき氷しか調べてなかったんだよね、まああの頃は。そうそうそう、それは申し訳ない。すごくお世話になった場所ですね。じゃあ、イルマ、うんうん、あ、エキストラとか、あの最後のシーンとかもそこなんだ。へえ、そこだってなんですって。はい、そう、まあ、早くね映画見てもらわないと映画の話はできないんですよ。なぜなら言っちゃうからですね、ネタをバラしてしまいます。ダメなので、黙ってますので。あとは公開日くらいになってからですかね。はい、うん、黙ってないとね。今日もマジでやっぱ舞台挨拶っていうのをね、前にやるとすごいね難しいなって思いました。まあ前々から思ってたんですけど、見る前の人に絶妙な、どこまで言っちゃうんだろう、どこまで言っていいんだろうみたいな気持ちになっちゃう。だからすっごい難しい。後だとね、もうねベルベル喋りますよ、ベルベラ。後バージョンで会いたいですね、うん、できれば。前もあるんだろう、前は前で頑張って喋るけど、後の方がベラベラ喋れそう。うん。ね。みんな苦しそうだったって。苦しかった。苦しかったですよ。それはそれは。まあ見てください。私の役はあのちょっと痛いキャラ。台本に今日あの質問飛んでこなかったけど、今日一応ねこういうこと聞かれるかもみたいな台本が、仮台本みたいなのがあったんですけども、倉野さんは痛いキャラを演じられていかがでしたかみたいな、この質問が飛んでくる予定だったんだよ今日。痛いキャラ、あ、なるほど、痛いキャラなんだ。いや痛いキャラなんですけど、そうそうそう、そういう台本があったぐらいなので、そんな役です。はい。やばい、みんなどんな役か分かんないよね、ざっくりね、ざっくり。だってあの髪色で、あの髪型よ。まあそういうことよ、うん。お楽しみに。ね。そう、
ワンピースって言ったら誰ですか。え、むず、誰だろう。やだ、キャラで言いたくね。でもあのまあ悪いやつではないので、多分、いや悪いやつじゃないと思う。私はね、素直なだけなんだ、無邪気なんだ、明るいだけなんだ。まあぜひ大きなスクリーンで見ていただけたら嬉しいです。はい。ね、もうずっと自分の中ではね、もう元気でいたので、あの時期元気、元気なの、元気っていうかもう明るいからね、ずっと明るくいれました。逆に言うとキャラのおかげで、うん。だから今日なんかまとめてたみたいな言われ方したんですけど、多分あのキャラだったからそういうことになってただけなんですよね。そうそう、本当に楽しかったんだよね。うん、ちょっとあのちょっとそろそろえ、待って、1ヶ月くらいやってないよね配信、私多分。そうなの、てかなんなら2ボックス目もあるんで、やばい、ちょっと、え、開けたいんだよね、開けたいっていう気持ちもあるし、喋りたいって気持ちもあるし、喋れるって嬉しいよね、ほんと。歌いたいもあるんだけど、歌はもうちょっと待っていただきたいかな。そうなんですよね、まあ、でもちょっと喋りたい、喋りたい、はい、大丈夫、良くなってよかったね、本当だね、良くなってよかったよね、本当に。振り返いつだろう、まだ聞けてないですね。詰めますだってでも知りたいよね、詰めときます、いつですか振り返って連絡しときますね。私も知りたいもん、詰めます気になるね、ごめんね、振り返させてもらって、本当その本当そのさ、すいません本当に、うん。いつかな、まあでもオンラインなのでね、まあできればね、そうですね、対面だとどうやってたんだっけ、あれか、ある日にくっつく感じだったんだっけね、だったのか、うんうんね。とりあえずね、オンラインだと多分しっかり2日間ちゃんと撮ってもらえると思うので、うん、ちょっと待っててくださいね、分かり次第報告したし、報告します、はい。うん、握手会したい、握手会で当日ブロック欲しいんだけどな、私も。あのなんかあるよね、応募期間終わっちゃって、でもそうだから次のシングルまで待ちますみたいになっちゃうのもね、ちょっと寂しいもんね、なんだこれすごいハロウィンじゃん、ハロウィンですね、確かにもうハロウィンなんだもんね、明日もハロウィンイベントだった、そうそうそう、うん、なんかそう、おはなんかできたらいいのにね、みんな次のお話し会まで待つって、次ってもうだいぶ先になっちゃうもんね、とりあえず喋れる時間あったらいいんだけども、うん、なんかクマ飛んできたよね、ありがとう、はじめアットマークおかえりおめでとう、ありがとうあれ、おかえり、おかえりも分かったんだけど、すごいハロウィン、雲だったんだけどおかえりおめでとう、ありがとう、ありがとう、こちらこそ、あ、ファンミもね、あ、確かにファンミがあるじゃん、そうそう、ファンミはあるよ、4箇所だけど、逆に言うと4箇所あるって感じ、今回あれだよね、なんか幕張しかないんだっけ、お話し会が
言ってなかったっけ、横浜がないみたいな。あんなに横浜行ってたのに、夏とかね、今回幕張だけなんですよね。そうだそうだ、うん、遠いって言ってたかな、うん、そう、東京と大阪とずんだと北海道ずんだがあるの嬉しい、ずんだに行けるのが嬉しいです。本当に楽しみですね楽しみだ。あー待って、ちょっと一個褒めてほしい一個褒めてほしいことがあるんだ。あのですね実は親知らずの予定を立てました親知らずを抜く予定を立ててしまいました。まだ抜いてないけど電話しました、ちゃんと歯医者さんに。無理かも、今からドキドキしてるんですけども、はい、なんとか向き合うことにしました。ああ大変だった大変だった、ついに向き合います。大変だった、大変なとこね。ちなみにあと3本残ってます3本の中で一番大変と言われてるところをとりあえず予約入れました。そのうち抜きますふんふんふん、ううん、エリーが抜いたの？え、そうなの？なんだ。わお。とりあえず、人生長いので、人生長いと思って頑張ります。そう、もう辛い時は、もうこれ、ちょっと最近思うんですけど、もう一旦人生が長いと思った方がいい。一回人生が長いと思って、でそのうちの1日のたったこの時の時間、この瞬間、これが終わればまあ人生長いから、もうこんなのこの先の方が長いんだからっていう気持ちでいた方がいいかなって。大変だとかもう辛い時はそうやって思うように、もう人生を考える、一回ずっと先まで考える、とりあえず80歳ぐらいまで考える、それのうちの22の1日、たった1日の、別に1日24時間じゃなくて、そのもうちょっとって思ったら、なんかあもう一瞬じゃんって、え人生こんだけやるんだからって、そう小さくする、自分で、これが一番ねいいかも、これが最近の気持ちの整理の仕方ですね。これもうこういう感じで、もうとりあえず一旦人生を感じる、うん、長いからねって、まあまあこんなもんさって、あの地球で、そう地球見て自分ちっちゃって思うあの感じと一緒ですよね。あの飛行機乗ってちっちゃみたいなのと一緒の、その感じのニュアンス、はい、これが結構大事ですちょっと一瞬失礼します、すいません。まあとりあえず皆さんに報告できてよかったです。ずっと逃げてる姿しかお届けしてなかったので、進歩しましたよってことが言えてよかったです。これは口で言いたかった、まだ抜いたじゃないけどはい、うん、
これが大事だよね。でも本当大事な、そうそうそう、ちゃんと人生に向き合った、そう、よしってことでカード開けていい？もういいよね、いっぱい喋ったしね、時間的にも何時だろう、もう11時ぐらいになりました。うんね、いいっすか、52分、おお、いい時間ですね。レナパすると髪ふさふさになるんだけど、こうやってお団子してるとふさふさだよ。もう今日スネちゃん、そんなスネちゃんじゃなくない？若干スネちゃんかな、でもそんなスネちゃんでもないね。ここまで来て、前の配信以来開けてないのって、うん開けてないよ、すごくない？あのもうね、隅に追いやってたカード、もう目に入ると開けたくなるから隅に追いやって、今隅から取ってきた。開けていきます。これね、こっちも開けたいよね。これあの YouTube でも一箱開けてるの、あれおしゃべり。YouTube でも一箱開けてるのあんだけど、ワンボックス開けたんだけど、まだこれはこれまた、そう、もう一個いただいたんですけど、ちょっととりあえず前のやつから開けていきたいと思います。これ後ろからだっけ、違うよね、ドンドンでこっちからだっけ。ちょっと待って、なんかもう懐かしいわ。あのね、最近ね、最近ワンピースより、そう、ヒロアカ見てたから、アニメはね、ちょっと懐かしいもんね。ヘルメッポ、もはやあれだわ、実写版のヘルメッポの方が、あーそうだった、めっちゃピント合うんだった、最高、気持ちいい、見てて、ヨサク&ジョニーえ、めっちゃいいね、なんか治安、うわ、コーギー、私マジコーギーのカードめっちゃ持ってんだけど、コーギーめっちゃ出てくるくない？あっちゃん、たこ焼きのね、たこ焼き食べたいな、たこ焼き作りたい、食べたいってよりも、はっ、ワンザ懐かしい、じゃん、お、伊蔵さん、ちょいキラ伊蔵さんでした、いいね、最高だね、これだよ、これ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 だね、最高だ、楽しい、最高、ドン、じゃん、チャーム、うわ、なんかめっちゃさ、映画だよね、映画じゃない、映画じゃない、ネットフリネットフリ、あ、チムニー、じゃーん、ひだるま、ひだるま、はいはい、じゃーん、うわー、やっぱ怖いよね、じゃーん、はいはい、これあれだ、オリジナル、おー、ウソップ、これ出たことない、あるかな、ウソップ、なんでこんなピント合うんってね、これ最新だからかな、やっぱこれ1個前の配信でも言ってたよね、なんでこんなピント合うんだっていうくだり、あ、やっぱウソップの今のレアだった、そうだよね、かわいい、東の海のウソップ、かわいい、めっちゃキラキラしてるもんな、やっぱしね、すごい、キラ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 集めていこうじゃん、ドン、じゃん、あ、ケイミー、ケイミー、ケイミーちゃん、ほい、これもめっちゃ出る、いつもわかんないって言っちゃう人です。じゃん、エリエスロビー、はい、じゃん、サンジのピラフ、うえー、このシーン良かったよね、ネットフリもいいシーン、あ、いいシーン、じゃん、あ、ビッグマムの帽子、じゃん、ひけんひけん、はい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 、
ビリビリビリ。あ、行きます。ドン。じゃーん。あー。ホッサ。ホッサもめっちゃ出る。もうこれもね、ハガム。違う、トゥースガムね。ハガム。ここマジめっちゃ出る私。ホッサとハガム。はいはいはい。うわあ、マム。マムが出た、マム。マム。じゃん。うわあ、ゴムゴム。ガトリング、ジェットガトリング。いいね、ルキー。あれ、これ出たことあるかな。いいね。ないかな、これ。ルフィね、嬉しい。楽しいね、楽しいね。ドン。じゃーん。うわあ、バギー。しかもこれ東の海のじゃない？最初の感じ。あ、キウイとモズ。キウイとモズだったっけ？うんうん。じゃーん。はいはいはい。じゃーん。ガレーラね。じゃーん。面白い。じゃーん。あ、銀。銀で終わりだ。あれ？出たことあるかな？銀。銀だ。いいっすね。面白い。面白い。なんかさ、見たことない。意外とあるかも。これ結構このね、パックいただいたのでね、結構開けてきたんですけどね。まだ見たことないやつあるんだね。コーギーはもういいけどね。ドン。じゃん。ケイミー。ケイミーも私多いかも。バギー。おお。さっき見たシリーズ。え、さっき見たシリーズ。おおおおおお。なんか、こっちめっちゃあれみたい。デトフリの時のバギーみたい。じゃん。あ、プードル。じゃん。うわー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 。うわうわ、じゃんじゃん開けます。どん。じゃーん、シフォンだ。じゃん。うわクマノリじわ。じゃん。あー、ほら、ハガム。また出たな、ハガム。あ、やばい、めっちゃ出ちゃった。はい、じゃん。おお、心のばあちゃん、いいね、かわいい。いいね。あ、残り2ですね。もう終わっちゃうよ。ドン。いや、ガイモンも多いんだよ。多分もう10枚ぐらい持ってんじゃない、ガイモン。ダイルストン。わー、すごくない？コーギー率。この人めっちゃ出ます。あ、輪ゴムだ。じゃん。え、はじめまして。なんか強いの出た。これ多分絶対強いわ。怖っ。え、絶対いいカードだよね。待って、いいカードじゃない？絶対に。これ絶対強いわ。だってこれ絶対強い。これだもん、だって。一緒じゃん。これ絶対強いじゃん。すごー、強いの出ました。カタクリの強いのです。めっちゃいいカードだって。すごーい。めっちゃいいカード。シークレットだって。すごー、うわー、カタクリです。すごくない？見て、キラキラ。じゃあいっぱい見せてあげる、キラキラを。やば、強そう、かっこよ。うわ、すげー、すごいですね。うわー、
ありがとうございます。シークレット引いたんだ私、すごい、めっちゃすごいやん。だからコーギーいたんだ。コーギー盛り上げ役だったんだ。すごいわ。ラストです。これ引く順間違えた説あるけど。じゃん、あー一生クソお世話になりました、忘れません。ドンでした。これ最後のどんなカードが出て終わるんだろう。うわっ、いいね、ウソップ海賊団好きよ。これもよく出てたね。はいはい、海底切り、これもよく出るね。リングバームさっきもう見たね。じゃん、これ最後です。じゃん、あ、銀。あ、もうこれはしょうがない、そう、しょうがない、片栗の後だもの。シークレットですから、まあ、すごいですね。これがじゃあ、これがもう、これがすごい、すごいわ。確かにいっちゃんキラキラしてるもん。もう輝きが、カード1枚のなんかもう質感が違う。すごいね、すごい。次行っていい？次はこちらです。こちらはもしやこのルフィがいるってことですよね。あれ、このロー出なかったっけ、前出なかったっけ、ローさん。新しいのも開けたいけど、とりあえずね、こっちから開けていこう。新しいカードまださ、全然売ってないですよね、多分。この白いやつ、それ売ってるとこ見たことない。予約とかなのかな、予約なのか、ちょっと買い方は分かってないんですけども、とりあえず開けていきたいと思います。これドンがないんだっけ、そんなことない、あ、ドンがないやつだ。最後のカード見ちゃった。じゃん、あ、珍獣、懐かしい、頭がとんがってる人ね。じゃーん、わ、表記これもな、ちょっとないやん。あ、ストームさん、ダン、レベッカ好き、ウルティ、なんか絶対鬼のとこだ、なんだっけ、そうそう、鬼のとこね、百獣海賊団だ。とりあえず片栗出てるからな、このあとつらいですね。ちゃんといいカード出てほしいな、ちょっとつらいね。待って、怖い。怖い、ちょっと待って、かわいいな、これめっちゃかわいくね。工夫呪文。かわいい、じゃん、うわー、トムヤス、やだ、あ、ハンガーの人。じゃーん、おーん、おー、ベッチでした。え、かわいい、めっちゃかわいいな、クンクンジゴン、かわいい、かわいすぎて。はい、じゃーん、幸せポンチ、やばいって顔、顎が出てるよ。わー、お妹ガーシーだ、懐かしい、あー、いたね、うおー、いたね、じゃん、ハイルディ、キャベンディッシュ、キャベンディッシュさん漏れてます。いいね、楽しい、楽しい、これ楽しいな、一生開けてられる。じゃん、うわ、なんかめっちゃ懐かしくない？懐かしい、あれー、かわいい、待って、クンフージゴンこんなかわいかったっけ。うわマジで、黒って本当に本当にさ、やばいよね、この人。あ、
いたいた。ちょっと懐かしい。うおアイスバーグさん、めっちゃめっちゃ顔整ってらっしゃるね。コンディションいい。イガラム、イガラム、いいね。イガラム、めっちゃ頑張ってるイガラムじゃん。最高、おもろいですね。おもろ、幅が広すぎない？東の海から全部あるから、やばい、わかんないわ。ババロア、ババロアさんね。かわお、サンジ、なんかシンプルサンジ、アラバスタのサンジなんだ。あークイーンね、はい、クイーン。ベビーファイブからの待って金右衛門、金右衛門の若い頃だ。全然違うんだけど、金右衛門だいぶ変わったね。すごい、金右衛門、私の知らない金右衛門ってレベルの金右衛門すぎて、金右衛門なのかなってぐらい金右衛門。待って、私さ、待って、か、あ、そっか、ワノ国編のさアニメ見てないんですけど、まだとっても、ワノ国編の前半ぐらいしかまだ見てないんだ私。だから初めて見たカラーのロッキー初めて見たんだけど、カラーのロッキー、初めこんな色してたの。待って、そうなの、緑なんだ、へえ。ごめんね、疎くて。そこ、あ、そう、緑なんですね、へえ。じわじわ、ガンモドキね、ガンモドキ、はいはいはい、技の名前。あー、はい、あ、トムさん、トムさん多いっすね。ウソップからの、お、なんかサボ、多分いいカード、さっきと同じキラキラの仕方よ。サボのいいカードが出ました、多分。なんか片栗と似てない？この雰囲気。おい、絶対いいカードじゃん、これ。出ました。サボさんです。かっこいい。サボだ。かっこいい。いいですね。今回めっちゃ息がすごい、確かに。かー、すごい、すごいね。これもすごいやつらしいです。嬉しい。まだまだいきます。じゃん。ミンゴ、ミンゴ、ミンゴです。ミンゴの野郎です。あ、今指切ったかな、切ってないか、切った、切っただよね、シュッてなったもん、危な、切った。気をつけよう。うわうわ、やだ、うわ、顔の迫力すごい。わあ、ボンちゃん、ボンちゃん、うお、ミスバレンタイン、じゃん、キャー、ドンカード出た、いいねいいやつ、好き。バッテン書いて、こうやって、もう一度仲間って呼んでくれますかって言われたら、みんなここにバッテン書いて、こうやってやればもうワンピースです、それは。すごくない？そう、このカードすごいね。なんかさ、このこれめっちゃいろんなの出る。うん、切ったけど大丈夫。じゃん、はいはい、あ、カルー、カルーと誕生日一緒なんですよ。11月8日。誕生日一緒だとね、覚えるんだよね。なんかガンモドキね、じゃーん、チンジャオ。おお、いたいた、じゃーん、おお、ミンゴ、ミンゴもなんか強そうじゃない、このカード。
うわ見て憎たらしい顔、憎たらしい。ビンゴもめっちゃ出るね。確かになんかいいカードそう。憎たらしいこの野郎。本当にローのことをいろいろしてくれて本当にもう許さないです。許さないですけどいい敵ですよね。はい。うわこれ怖いな、目が怖いよ。え、さっきぶり、え、さっきぶり、お、これ出たかな、これ出てない、やば。よく見たらこれすごいな、ドレスローザ編のルフィの技、すこじゃんじゃん、おー、あー、このこれすごかったよね。なんだっけ、どんなあれだっけ。これもすごい覚えてるけど覚えてない。なんだっけ、カラストラップだっけ。この人すごいすごい記憶に残ってるようで残ってないんだな。これ説明ができないけどなんか覚えてるけどね。茶が梅。はい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 、うわー記憶って、うわー、雨雨雨のやつ、かわいい。定期的に出てくるこのクンフージュゴンが一番かわいいです。ドンキホーテファミリー、うわー懐かしすぎる。じゃんじゃんじゃーん、ページワンね、ページワン、じゃん、お、え、すごい、サボ2枚目じゃん。しかもなんかちょっと違うテイストじゃない、さっきと違うわ、イラストが違う。なんかサボ、サボってめっちゃ出るよね。私お兄ちゃん、お兄様ありがとうございます。どっちも強そうですね。うん、ちょっと違う、表情が違う。うん、すごいわ、楽しすぎる。じゃーん。この人のぶっ飛んでるでしょ、さすがにミスター3と同じくらいぶっ飛んでる。うわー懐かしいプリンちゃん、あーまたちょっと1枚落ちた、1枚落ちた。ドレスローザのね、はいはいはい。じゃーん、技が続きますね。面白いね名前。あ、じゃーん、あ、なんかあれ3時じゃん、どっちも3時だ、3時3時でしたね、3時の技。アンチマナーキックコース、銃シュート、ほほ肉シュートなのおもろいね。ほほ肉を銃って読むんだ。っていう当て字がいいですよね。面白い、あー楽しい。じゃーん、はいはいはい、売ってくれた人だ、お妹カーシー。うわー、バナナワニだって、懐かしくない、バナナワニ、バナナワニ懐かしい。じゃーん。じゃーん、出たよ、ルフィだ、ルフィが出ました、このルフィですね。同じだ、一致、一致しました、やったー、ルフィが出た、嬉しい。ルフィが出ました、イエーイ、嬉しい。キラキラしてないの、でもキラキラしてるからいっか。じゃーん、キュロス、うわキュロス、グワー、キュロスもいいよ、嬉しい。でもルフィが出ました、嬉しい、ありがとうございますね。
ちょっと若いね。確かに前が空いてないの。はい、次いきます。じゃん、幸せパンチ、ブラックマリア、うおー、すごい綺麗、ジョーラ懐かしい、あー、フランキー、スーパーフランキーの前はこれめっちゃおもろかったよね。一瞬で終わったけどね、ミキサーズ3のさ、これ戦いおもろかったんだよな、最後ね。結構あっけなく終わったよね。懐かしい、この感じのやつ懐かしい、めっちゃ。ちょっと意味ないぐらいの、ほんと意味ないぐらいの感じで面白かった。だがんね。だがんね。はい、いきまーす。じゃあナビさん、ん、結構出ますね。じゃーん、じゃあ、あ、男ちゃん、じゃーん、おお、渋い渋い、一生渋い、じゃん、キャセニョールピンク、結構ちょっと結構ね、こいつすごい、すごいんですよ。すごいんだけど、確かにいろんな意味でこのイラストからもやっぱすごいなと思うんだけど、いやー、大事なことを教えてくれた、そんなキャラクターです。そうなんだよ、でも敵なんだよね、敵だから敵なんだけどね、敵は敵なんだけどね、そうそうそう、黒とは大違い。ローじゃん、これ出たかな、前出てない、これもこれのローですよね、一致一致、いやー、ローも出た、嬉しい、一致、やば、嬉しい、表紙のやつかっこいい、かっこよ、かっこいいっすね、からの緑、緑の鬼、うわー、横綱だ、あー、かわいい、かわいい、ルオ、守るレス、レスレス、はい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 、じゃん、うおー、ジンベエ、ジンベエ、ジンベエじゃなくてジンベの技だっけ、いや違う、これはあれだ、ビッグマム、ちょっとやっぱロっすね、これはロ、でもレオも可愛かった、トンタッタのとこ見たい、私今トンタッタみたいなの見たいな、トンタッタのとこ見たい、全部トンタッタと、あのロビンの感じいいよね、ロビンだっけな、ロビンだよな、あの下りみたい、あの下り、ウソップのとこも見たい、あそこ見たいな、うん、あそこいいんだよな、かわいいんだよな、飛んだったのよ、皆さんが、クマが飛んできた、ケンケン、アトマーク、レナちゃんに会いに静岡行ってよかったね、ありがとう、帰ってきたのか、落ち着いたの、ありがとう、ありがとうね、今日は静岡に会いに来てくれてありがとう、続き行きますせ、じゃん、ゴリラ殺しよ、いやー、かわいい、かわいすぎる、おたまちゃん美しい、じゃん、かわいい、かわいい、カルガモ舞台だ
ね、かっこよ。テルもいいよね、アラバスタ、アラバスタいいよね、最高じゃん。カルガモからの確かにテルめっちゃいいね。今のもう順番も良かった、順番もいい、出てくる順番もいい、アラバスタいいわ。まだ時間大丈夫かな。じゃーん、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 講座、じゃーん、グイーン、じゃーん、うわー、ディアマンテ、ディアマンテのキラキラは別にいい。何パックあるのだって。あ、でももう残り7くらいです。はい、私はやっぱ麦わらの一味なんで、どっちかっていうと麦わらの一味にが出てほしいもん。懐かしいもぐらさん、じゃーん、あーバーリア。でも一番喋りたいのはそうなの、なんだっけ名前が出てこない、バルトロメオだ、バルトロメオ、バルトロメオそうと話したいんだよね私。じゃーん、じゃん、うおー、クロコダイル、クロコダイルのキラキラです。とっても顔が憎たらしいです、顔がすごく憎たらしいです、態度もでかいです、クロコダイルです。うん、ちょっとまあでもかっこいいな、憎たらしいけどね、憎たらしいけどね。じゃーん、うわ、コブラン、ドキホテファミリーの一同、はいはいはい、うわジャック、佐々木、チャカ、お、ペルも出たよ、チャカも出た、嬉しい嬉しい、いいですね。クロコダイルってこれ強いのかな、どうなんだろう。まだまだ開けていきますよ、じゃーん、ブラックマリオからのモグラ、モグラ呼び、おい、いいだよ、おい、え、やばい、ドレスローザ絶妙になってきたな、もう記憶が、うわー、ビービー、リリシーナ、あ、バルトロメオ。マジでもう超イライラしたよね、この時のさ、バルトロメオ最初の出てきた時、もうルフィが好きっていう下りになるまでのバルトロメオのもう評価はもう本当にマイナスです、マイナスでした、まあ、結果ね、結果のギワラの一味が好きだったからよかったけど、あれはダメだよ。はいはい、氷ババロア、ナミさんからの横綱、そしてミスター、あー懐かしい、これあれだ、野球だ、野球、野球してたよね、うわー、トレーボル、トレーボル、待って、鼻水光ってる。鼻水がほら光ってる、鼻水まで光沢がすごい。懐かしい、トレーボルは嫌いです、ごめんね、ダメですね、はい、いたよね、懐かしいよね、うわ
ミンゴ、ミンゴほんとよく出るな、ミンゴよく出るよ。バナナワニ、うわーやばじゃん。大好き。おお、うおー、ミスターファイブね。ミスターファイブやばい、くっそおもろいですね。ミスターファイブのキラキラはとっても下品なキャラクターでしたよね、確か。そうそう、いっちゃん、そうなんだよね。すごいね、楽しいね。あと2個で終わりですって、2パックですねえ。1枚目に出るの好きだよね。おお、チョッパー、ランブルボールのチョッパー、ランブルボールの時かな、なのか。じゃん、ミスゴールデンウィーク。じゃん、なんか今日のさ、私これにいけそうじゃない、これ帽子かぶればいけそうぽい。ギャーン、うわうわうわー、懐かしい、エリックとか超懐かしい、うわうわうわ、おしるこ、これおしるこのじゃない、おしるこ持ってるマム。おしるこマムです。確かに名前オリンなんだこれ。オリンさんになってる、シャルトリンリンじゃなくてオリン、そうだった。あー、そうやって呼ばれてたね。マムって自分のことまだあれだ、記憶が飛んでる時だ、だからだ、懐かしい。コブラ、待って、コブラの手前、待って、コブラの手前さ、コブラの手前のビビめちゃくちゃ可愛いじゃん、これ子供の頃じゃんね。はいはいはい、これ最後なんですけど、地味にねえねえ。もう面白いですね。おやす、ラスト、じゃーん、おお、ゴムゴムだ、ゴムゴムは嬉しいよ、ゴムゴムはもう全部嬉しいからね、ありがとう。はあ、最高ですね、最高です。最後ルフィの技なのでもう素晴らしい。はい、ということで、もうほぼワンボックス半くらいは開けましたか。私開けきりました。今回はすごかったですね。まず最初やっぱ片栗なのかな、この辺ですね。ウソップも多分初めてからの、まあ、ミンゴが出たりとか、サボサボですね、サボサボからのルフィと、これね、ルフィとローのね、ペル、多分まあキラキラなんで一応クロコダイルっていう感じですね。いいね。すごく元気をもらいました、最高、いいカードいっぱいですね、ほんと戦いに適してる。ほら、もうキラキラの仕方がいつも以上にキラキラしております。いや、これほんとマジちゃんとやりたいよね、ほんとちゃんとやれよね、ちゃんとやらないとだよね、使命感も、もうここまで来たら使命感あるもんね。神引きですか、これは。ですね、カード絶対やりたいんだけど、ちょっと待ってね、来月本気でやればできそう。ちょっと来月余裕ないかな、どうだろうね。
武道館終わったので自分の中では心の中で心にゆとりが少し生まれております。はい、そっか、親知らずが控えてるんだったそれはあるけど、なんかさ今日日焼け止め塗ったんだけど、日焼け止めの匂いがさ自分の中で夏の匂いと思ってるのね。だからすごい夏の匂いがする、多分日焼け止め、日焼け止めの匂いだ。めっちゃ夏なんだけどって思ったけど多分日焼け止めだ。ちょっとごめん、ずっと思ってたことを言っちゃった。あとこのこのスプレーの匂いがめっちゃレナパなんだ。なるほど、これだ、こっちだ。ごめん、日焼け止めじゃない、髪のスプレーが映画のその撮影の時に使ってたスプレーと同じ匂いがするんだ。これだあんまいい図じゃないこの図、うん、この髪の今日使ったスプレーがめっちゃレナパの匂いなの。レナパの頃の匂いなんだこれ。すっごい匂いって記憶力やばいね、めっちゃ残ってんだね。びっくり、今びっくりしてる、この匂いでその時期を思い出してるの。怖っ、なんでこんなに懐かしい匂いがするんだろうって、今もうめっちゃ夏の匂いがすると思ってたの。髪の毛だ、これだ。あんまりいいと思ってない、そしてこのスプレーのにはあんまり得意じゃない。お風呂入ろう。あーやばいね、匂いやばい、匂いってめっちゃ記憶に残るんだ。へえ、学んだ。うん、確かに歌詞が書けそう匂いな、記憶すごいな。そうだね、すごいね、ちょっとびっくり。いやでもね、私香水を持たないんですけど、そうなんだよね、この間香水を嗅いだんですけど、なんか香水ってよりも柔軟剤っぽい香水を嗅いだんですよ。そしたら、あ、これだったら全然大丈夫だってなったんだよね。結構香水グッて嗅ぐのが苦手、なんか強い匂いが多分苦手でくしゃみ出ちゃうんですよそう、だからね、あんまり自分に匂いをつけないんですけど、そうそうそう、でもなんか優しい柔軟剤みたいな匂いはいいですねって思ったんだよね。そう、鼻よ、そうなんだよね、柔軟剤、うん、柔軟剤はそうだから、そう、私そう柔軟剤が強い匂いのやつだな多分。うん、そうなんだよね、びっくり。でも結構匂いでね、わかる、記憶してる。私もメンバーでつけてる子いたら匂いでわかるもんね、あ、これ誰だとかわかる。そうだ、うん、香水つけないタイプ、そうつけない、落とし物、忘れ物とか匂い嗅いじゃうもんね、とりあえず匂い嗅い、あ、これ多分なりちゃんかもパーカーとかの忘れ物ね、うん匂いの話、犬みたい、でもやったら分かるんだよねそう、そうそう、そのうち波動旅行も行くんだよね、
波動旅行も行けそうで嬉しい。前髪伸びてきたな。美容室行きたいな。美容室も行きます。前髪は自分で切ります。でもうん、でも私あのワンピースの今スタンプラリーをずっとやってるんですけど、ワンピースのスタンプラリー見る？どこ行ったっけ？あ、ちょっと遠いわちょっと遠いとこにあるな。ワンピースのスタンプカード見たい、見せたい。でもちょっと待っててくれない？ちょっと止めるから待ってて。ちょっと自信がなかったのよ。そしたらあった。じゃん、スタンプストア、スタンプコレクション、じゃーん。え、ネタバレ嫌な人いるかな、これ。スタンプのさ絵柄がみたいな人いたらやめてくださいね。同じのやってる人いたら。このストアスタンプコレクションっていう、もうワンピースのジャンプショップと、ジャンプショップと麦わらストアが全国に23箇所あるんですけども、それを今実はやっています。じゃん。こうなんかあれみたいだよね、なんていうんだっけ、こういうの神社のそれ、御朱印だ、御朱印みたいそんなノリです。じゃーん。渋谷、池袋、あ、名古屋ね。名古屋は行ってないです、まだ。大阪ですね。大阪も行ってないですね。これも大阪ですね、梅田。じゃーん、福岡、福岡、じゃん、熊本、熊本ちょっと失敗して二重になってる、熊本、熊本です。じゃん、お、京都、京都行かなきゃ。札幌ね、札幌も行くから。仙台ずんだです。じゃん、ドームシティ店。こうなんか空き時間にパパッと行ったイメージですね。推しにだけ行ったね。じゃーん。東京駅。これずんだに行く前に押しましたね。じゃーん。スカイツリーの空町ね。ビビの顔薄くなっちゃったの。悔しかった。だいぶ序盤に行ったな。じゃーん。あー、かわいい。ジャンプショップの渋谷。かわいいよね。じゃーん。ああ、横浜。横浜も実は行ってました。ちょっとハゲてます。まだ多分序盤の方で下手ですね、押すのが。名古屋。名古屋行きます。大阪も行きます。大阪も行きます。大阪めっちゃあるんだよね。大阪、京都、じゃーん。ここね、大変だったからもう全力で押したらめっちゃ綺麗に押せましたね。倉敷、全力でめっちゃ綺麗じゃん。一番綺麗かも。じゃーん。広島、広島も行きます。福岡、じゃーん。福岡もまあまあ、あー、エースの顔薄い。そして、あー、埼玉新都心、そうだ、都内だと、都内って近郊だとここ行ってないんだった。そしてララポート、期間限定ショップのね、ララポートです。すごーい。ってことで結構溜まってますついでがてらで今んとここれやってるんですけど、あとは頑張らないといけない感じです。あ、仙台だけちょっと頑張っちゃったけど5、あと何個だろう、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、
8910個、あと10個で終わる。半分くらいは終わってました。すごいね。もうでももらえるんですよね。そう、一番最後のまでなんか集めたくなっちゃうね、これ。なんかなんかやってみたいだけでやってるんですけど、楽しいです。マジで楽しい。結構行ってる。そうだね、とりあえずあと名古屋と関西の旅行をしないとかな、あと広島と、あとは北海道か。札幌はそうだね、近いうちに行けるかな。大阪が多いですね。そうだね、今んとこ仕事ついでが多い。そう、それまででここまで来れた。埼玉もね、確かに。うん、もうちょっと頑張ります。来年の1月までなんで、できれば自分で全部押せるように。押せるかな。これで旅行をしたいんですよ、個人的には。だから旅行券スタンプ集めで、普通に1月までこれを楽しみにやろうと思います。そう、ちょっとした趣味としてやってます。期間がある、1月31日までだった気がする。はい、です。旅行、そうなの、旅行と、そうそうそう、うん、いや今ね、ヒロアカも見てて、ヒロアカも暑いんですよねっていう話。ヒロアカも暑い、すごいよ、びっくりした、びっくりしたよ私。ヒロアカの6期を見てて、もう話がすっごい進んでってびっくり。頑張って、そう、本誌まで行きたいんだ。頑張ります、あと少し。うん、いけそうだよね、6期見終わって。うん、ヒロアカの推しは前多分轟くんだったんですけど、ちょっとだったんですけどって言い方で、轟くんも好きなんですけど、なんかもう分かんない、誰が好きなんだろう私。でもやっぱ相澤先生なのかな。イレイザーヘッド、誕生日が一緒なんですよ。誕生日一緒だからっていうのもあるんですけど、誰だろう。そう、結局そうなんだよね、そうなんだよね、イレイザーヘッドな気がしてきた。誰が好きなんだろう、あんまりだから推しって感じで見てないのかも、ちゃんと。うん、誰だろうな。誰だろう。ヴィランは、ちょっとね、かっちゃん、確かにかっちゃんの、こうやってかっちゃんのさ、最近のその6期のかっちゃんがのちょっと2、3話前ぐらいに見たやつかな、めっちゃ良かったんだよね、かっちゃんが。で今お茶子も良かったんだよ、最ほんとなんそれっていうね。うん、やばいですね、面白いわ。うん、最近のアニメはそんな感じですかね。うん、ちゃんと、そうなの、ちゃんとね、すごい。あ、でもさ、映画やるよね確か。あれ
いつ映画やるの？来年？ヒロアカって映画やるって言ってなかったっけ？どうだったっけね。うん。ワンピヒロ、あー、呪術廻戦も見たいんだった。うん。うん、あれやんない？私の勘違い？呪術廻戦は見てますよ、実は。一期だけ、一期と映画まで見た。リカちゃんは見た。うん、そう、呪術廻戦も見たいんだよね。今やってたんだっけ？やってる？そう、なんか盛り上がってるよねってのは知ってるんだけどちゃんと見てない。にしてもさ、スラムダンクだよね、やっぱねスラムダンクのスタンプ持ってるけども、スタンプ押すたびに思い出すから、ほんと最高。8月のその最後の日に私見に行ったんだ。そこからまたなんか気持ちは、やっぱスラムダンクはすごいすごい、見つけるたびにもうざわざわします、気持ちがそうなの、スラムダンクっていうものを 見るたびにグワーっていう感情になるんですけど、何ですかこれは最高すぎる。ゴリが好き、うん、そう、スラムダンクは確かにゴリが好きってしっかり推しがいるんだねあんま推し、そうなんだよね、普通に私結構推し作らず見ちゃうタイプなんですけどね、間違いなくゴリなんですよね。あーでもな、りょうちんも好きなんですけどね。やばい、思い出す、もうね思い出す、あの1年前くらいですっけ、私がいっぱい見たの年末、あのくらいの記憶がグワッて思い出されるもん、あの755をずっとやってたあの時代を思い出しちゃうくらい、そうたまらないっすね。そう、もう一回見ようね、もう一回見ようと思う、そのうちでもこう心が分かんない、もう少し忘れた頃に見たいから、何年後かもしんない、もしかしたら。なんかもう逆にでも忘れられないんだよな、もうもはや、やばー、本当にグワーでしたね。それで言うとそうなんだよね、そうだね、グワーでしたね、すごかったわビバースで実況、私ビバースめっちゃやっちゃうんだけど大丈夫？うるさそう、通知とか来るのかな、来てるんだったらごめんって思いながら送ってる。ビバースめっちゃ送っちゃう、ごめん、一番 SNS やってるかもビバースがビバースのあの個人のやつ、 なんて言うんだろう、個人のやつのビバースが一番やってるかも今、ごめん、あれが一番やってる多分リバース DM ねそれ、ごめんね、うるさくして大好き、確かに有料様ですね、有料様ならよかった、やりやすい、確かにそう、多分そうなんだよね、私的にやりやすいんだよねきっと自分に合ってるのかな、なんでリバースがいいかも、いっぱい SNS 見たい方はリバース DM がいっぱいやります今日は移動中にそう騒がしくしました、すいません。
そう、もうなんか制限っていうか、そのなくなって送りやすくなったんですよ実は。そっからがもうさらに月末恒例の、私はあの写真を全部送りつけるっていうこともしてるのって右迷惑、うるさいんですけども、月末は特に、まあ、通知は切った方がいいかもね。うん、そう、また写真送ります。え、待って、私今日武道館の話とか1ミリもしてないじゃん、怖っ。今日の話とワンピースカードと何、結局アニメの話して終わりなんだけど、待って、武道館の裏側みたいなのやる予定だったんだけど忘れてた、時間が足りないんだ、待って。あと普通にもうあれカードの誘惑に負けちゃったから忘れてた、武道館もあと5分しかないのごめん。そう、今回ねナルタオの確かに配信もしてないから、やばい、記憶に残ってるうちに喋んなきゃだったね、キャーうわー、すごい、やっちゃった。喋ろうと思ってなんかウィバースとかではあんまり喋らずとかだったけど、まあもうちょっと本当にすいません、もうダメかも、ちゃんと喋る時間を設けないと。まあとりあえずとりあえず今日は終わりなんですけど、まああの無事に喋りましたし、喋れるようになったのではい、あの出していきますねあれもうメールになるのかなこれ、どうしよう。まあ喋りたいなと思ってたんですよね、忘れてたな、ごっそり抜けてた。とりあえず今日の話をしたかったんですけど、今日の話したかったんだけど、ワンピースもだってやりたかったんだもん、違う、やりたいことがいっぱいあったんだよ、そうなんだよ、はい。まあちょっとまた近々配信します。あ、そう、今回武道館裏側撮ってないんですよ、ナルタを。そうなんだよね、あのマジスカの踊ってみたとかはね撮ってるんですけど、ちょっと今回私の本当に喉の調子が悪すぎて撮れなかった、申し訳ない、そうなの、ごめんごめん、だからこそ喋んなきゃよねと思うちょっとこんな配信しといてあれな、申し訳ないんですけど、そうなの、すいません、とりあえず終わります、ありがとうございました。もう配信あと5分くらいかな、ランキング見ます。13位ショートアートマークなるなる神推しありがとう、12位エビちゃんありがとう、11位直樹アットマーク明日なるちゃん生誕グッズ届くの楽しみ、お生誕私まだもらってない、10位よしっちアットマークなる推し明日のハロウィンパーティー行きます、わ待ってます、9位なっちアットマーク明日はハッピーハロウィン、お来るってことかな、8位立山元気アットマークミニオンありがとう、7位ほのかアットマーク幸せだありがとうね、今日ほのちゃん、6位パンアットマークレナパ推しレナパでーす5位 TK とっからアットマークタイ古文化、4位笑顔になるなるヤマピョンアットマーク喉は完治ほぼ完治、3位サイバーアットマーク三つ編み持ち上げはいジブニー確かに2位ケンケンアットマーク久しぶりになるちゃん見てやっぱなるだなとなった人、ありがとう嬉しい、ありがとうね。そして1位はじめアトマーク家の鍵をなくしちゃったな、イブイブ58、え大丈夫俺じゃないんだけど、え大丈夫大丈夫なの、家の鍵なくして配信見て大丈夫えどうするのそういう時って、会社に登ります嘘でしょ、じゃん
鍵屋さんに電話するか、どうしたらいいんだろう。鍵屋さんかな、なんどうしたらいいんだろうね。私も鍵一回なくしたんだけどね、タクシーにあったんだよ。マジか、見つかったらいいけど。ご無事を祈ってますってことで、皆様今日もありがとうございました。久しぶりに配信できて楽しかったです。ありがとう。また配信したらよろしくです。武道館の話をまたやります。今日ちょっとすいません、市場がでかすぎました。はい、なのでまた次の配信で会いましょう。よく寝てください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。また明日。また明日。ハロウィンで。バイバーイ。